俺たちが明治学院大学からやってきたモンタージヒップホッパーパブリック娘、だけど今は僕がフリースナー、肌から見たら強い絆、あの日降りたインターは海老名、君の唇が震わす空気、表面の振動虚しく修理、本年の辛抱結果は答えを探してます。いつか笑ってさ、いつか笑い話になったりさ、とか陽気な君が気を使うとタバコの先に初恋とはなんぞや、教えてくれよパブリック娘、初恋とはなんぞや、教えてくれよパブリック娘、初恋とはなんぞや、教えてくれよパブリック娘、初恋とはなんぞや、教えてくれよ清水大輔。初恋って言われてもまる記憶にないからピンとこない、恥じらいもないしお話するからヒントちょうだい。思い出せるのは小3の時、好きな理由顔が怖い、正しい全然意識再開してがっかりしたのは言うまでもないな。その後全員1ペースで片思いしたが印象深い人もいない。手を繋いだ15の夜、その4年後では父のもんだ。あーこれから剥がれ出す名義は歴史とした初恋の産物、名前も知らない初恋のお相手、初恋のおパッケ、初恋とは何だ。